大ルーマニア、大ルーマニア、大ルーマニア、ルーマニア語は一般には第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦艦期におけるルーマニアの領土範囲を示す用語でこの時ルーマニアの領土は歴史上最大となったこの用語のルーマニア語での呼称はであるこの名称は第一次世界大戦以降ルーマニア王国の領土がルーマニア人が 多数派を占めるすべての領域を包含するようになったことを表し、かつてトランシルバニアやベッサラビア、ブッコビナがルーマニアの領土に含まれていなかったことと対比される。これと同様の用語でというものもあり、概ね再統合されたルーマニアという意味である。大ルーマニアはルーマニアの本来あるべき領土とみなされ、トム・ギャラガーによるとルーマニア民族主義の聖杯とされた。 ウィーン最低と独祖不可侵条約によって、ルーマニアの領土であったトランシルバニア北部がハンガリー領となり、ベッサラビアを及び北ブコビナがソビエト連邦に占領された1940年以降、この用語は湿地回復や民族統一主義の色彩を帯びるようになっていった。現在、この用語はもっぱら民族主義的な意味合いで使用されるようになった。 政治の世界の用語として、特に大ルーマニア党を意識してこの用語が持ち出されるとき、それは民族統一主義としての大ルーマニア主義を意味し、おおよその場合、第二次世界大戦によってソビエト連邦に奪われ、その後モルドバ及びウクライナ領となっているベッサラビア及びブビナ地方への関心を示すものである。1918年、 第一次世界大戦の終戦とともに、トランシルバニアとブコビナ、ベッサラビアがルーマニア王国に統合され、大ルーマニアが誕生した。ブコビナにおいては、ルーマニア軍による占領後、議会によってルーマニアへの統合が可決された。ルーマニア人、ドイツ人、ポーランド人、ユダヤ人の議員は賛成したものの、ウクライナ人の議員は反対した。ベッサラビアでは、 1917年に新設された国家議会欠席13により決議された。残された最後の未回収の領域であったトランシルバニアは1918年12月にアルバユリアのルーマニア系議員による統合宣言によりルーマニアに加わり1ヶ月後には同市のサクソン系議員による投票でも支持された。トランシルバニアで人口のおよそ32%を 占めるハンガリーゴア者の住民、及びバナトのドイツ系住民は、自分たちを代表する政府は、ハンガリーのブダペストの政府であるという認識を持ち、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の崩壊時に、自民族の議員を選出しなかった。トランシルバニアのバナトの統合は、1920年に批准したトリアノン条約によって、ルーマニアのこれらの領土への主権が承認され、 独立国となったハンガリーとルーマニアとの新しい国境線決定された。ブッコビナとベッサラビアのルーマニアへの統合は1920年のベルサイユ条約によって承認された。この少し前の1913年にはルーマニアは、さらに第二次バルカン戦争の結果として、ブルガリアから南ドブロジャを獲得している。 ルーマニアは1918年から1940年までこの領土を維持した。しかしこの1940年にはベッサラビアと北ブコビナは独ソ不可侵条約の秘密議定書によってソビエト連邦に奪われウィーン裁定によって北トランシルバニアはハンガリーに割譲させられ、さらにによって南ドブロジャはブルガリア領とされてしまった。 1941年6月の独ソ戦では、ルーマニアは、数軸国として、ソビエト連邦へ進行、ベッサラビアの支配権を回復し、さらに、ソビエト連邦領内へと攻め込んだものの、独ソ戦後半の数軸国の敗退によって、これらを最終的に獲得することはできなかった。終戦後、ルーマニアはハンガリーに割上した北、トランシルバニアを、 再び獲得することはできたものの、その他のブルガリア及びソビエト連邦に割上した領土を回復することはできなかった。そして1948年の協定では、ソビエト連邦とソ連占領下で共産主義体制のルーマニアとの間で、さらにドナウデルタ及び国会にある4つの無人島をソビエト連邦に割上することとなった。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。